AIWJ 北海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんにちは。今日の配信担当、藤部佳代です。12時20分からの、原子炉メーカー及び同系連前での巡回抗議行動なんですが、すいません、私ちょっと遅れまして10分ぐらい配信開始が遅れましたことをお詫びいたします。申し訳ありませんでした。この今ですね、日本製鋼所前での講義が終わりまして、次は三菱重工業北海道支社前へと移動します。その後は日立製作所北海道支社前に移動しまして、次は東芝北海道支社前、最後は北海道経済連合会北海道商工会議所連合会前での抗議行動をして、2時50分終了の予定になっています。お時間ありましたらぜひ最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。1時までやるんですよね。1時まで、うん、まだ現在ちょっといつもより来てるっぽい。雨は降ってないですか？すごい天気は良さそうで、だから。
ントメーカー三菱に対する報道となっております。
寒いから大丈夫ですけどね。カイロも貼ってきちゃった。こういうのが寒いね。うん。切れちゃいます、乾燥して、たら間に合わないから一回帰って迎えに行って、それでサイレントデモからいつも連れてきてる。朝から？朝からサイレントデモと迎えに来たのね。いつもだから金曜日は2往復2往復は確実なんです。なんか他に入ったら3往復になる。一昨日も3往復したんですよね。なんか国電の会見あって、地下鉄で、南郷7丁目なんですけど、うん、往復すると1時間近くかかるんですよね。でもかなり道場前すごい楽しみにしてるんです。毎週早く行きたい、行きたい。当たりがいいから、いつも。もうみんなからもな。なんかね、光るのあるんだよね。はい、あれ持ってきたんだ。なんか、100均で売ってたんだよね。光るの大好きなんですよ。そう光るうちわとか、ペンライトみたいな。ペンライトみたいな。そう、なんかやっぱ暇らしいんですよね。誰か遊ぶ相手いないかなって言ってるから。2時間ですね。2時間じゃないでしょ、電源から始まる。あ、そうですね。雪あるときはまだ雪で遊んでたけど。ご飯食べさせる時間なくて困ってるんですよね、金曜日。晩ご飯どのタイミングで食べたらいいか。
身分も証明できないのに、こうやって公の道路でさ、はい、ね、活動してるわけ、はい、どこの誰かさ、許可もらってやってるの報道で。いえ。え、いえ。じゃあなんでその私にとってもいいということになってるわけ、おかしくないの。あれですかね。勝手に取っていいって言ったの、何の許可もらってるの。電気だけの問題じゃないでしょ。何言ってんですか。何さ、報道の何さ。いや今、今なんであの、え、あなたって何だって私に何て言われなきゃいけないのよ、そんなに。何の原因があって俺に何て言うのよ。いや今、あれじゃないですか、原発、あの電気代が上がるとかあるんですよ。そんなことないんだ、なんで私個人的にそんなことあなたに言わなきゃいけないのよ。今、あなたがおっしゃってから、電気代上がるって言うから、それだけの問題じゃないでしょ。何の原因があって私にそんなこと一口調で言えるのよ。それはお互いじゃないですか。何がお互いなのよ。なんであんたが言われなきゃいけないのよ。これ私だったって言われるの問題でしょ。無責任でしょ、この勝手に取って。それは気にしない。私は別に建物を取ってませんので。あんたの顔に通じません、これ。私の顔映ってません。え、どれ変わらないでください。私は映ってません。会社のものなんですけど。勝手なことになる。こっちのことやんなきゃいいだろう。建物にも入ってませんので。建物入ってませんでしょ。何も相手のあれに、それが抜いてあって、平和の権利が。
そうだね。そう電気代が上がるから運転するから。それはそれ。それは個人の主張でそれぞれいいじゃないですか。うん。
ほとんどないですね。言われたの初めてかな。消してくれっていう。今なんか入ってるね。うん。なんか水溜りしてるとかなんかしてるのかな。いやいや。ただ俺が映ってるとこだけ消せっていうから、いやもう生中継だから無理ですって。何の誰の許可取って俺の顔を映してるんだって。いや。映ってないから大丈夫ですよって言ったら、なんでわかそんなこと。もし映ってたら。いや、家帰って見て映ってたら消します。もう映っちゃったらしょうがないだろうみたいなのが文句言ってる声も全部入ってますからね最後はこれいいんですかっていう。あの値上げのこと言いたかったんですよ。最後はそれを言ってたんで。値上げされて困るような感じの層には見えなかったです。ちょっと金持ちっぽかったですけどね。あのあと行って敷地内っていうかビルの中入って多分警備員のとこ行ったんだと思うんですよ。あの許可なしでお前らやってんだろうみたいなこと言ってたから。ないです。はい、うん、よかったです。入ってなくて。
ただいま東芝前での講義が終わりまして、次同系連前で最後になります。風がすごい強いのでずっと三脚を押さえてないと、もう手を離したら一瞬で吹き飛ばされそうなぐらい風が強いです。ガンマイクを抜いて、iPhone の内蔵マイクだけでやってます。あれ、同系で行かないんですか？同系で行きます。あ、行きますね。なんか車に何か物が置くな、なんとか。同系で行くよ。あれ、解散かなと思った。コンビニ入ったら持ってくる。後ろにいないって。あれ、どこついていけばいいんだろうと思って。高校時だから本当に。なんか東京よりもあっちのような気もするけど、あれどっちだったかしら。
だな、雨降りそうで。もう子供用の靴だった。もう今年もいいだろうと、今シーズンいいかなと思って選択したんだよね。ただ今日はちょっとこれつなぎった方がいいなと思って。ついついね、なんかこれだとちょっと天気のいい感じね。そうなんです。新しい天気っていうか。もう手袋もいらないかなと思って片付けようかと思ったら。あいとってなんか片付けたくなるんだ。珍しくいろんな絨毯のとか、ちょっとゴシゴシ磨いて、あ、春だわなんて思ってたみたいな。だってもう4月下旬だから、本当に桜咲くんですか、来週ぐらいに。そういえばまだチューリップもあんまり見てないな。葉っぱがね、ちょっと出てきた。ちょっと、うん。もう全然竹がないの、うん。うん。そうですよね。もうそろそろ出てきてもいいかなと。なんかだんだんやっぱりね、出てなくなってるから。もういらないかと思って。何でもそこまで暑いのはいらないと思っちゃう。そうですよ、そうなんですよ。もうクローゼットの中きれいにしてしまっちゃったのね。結構こうね、例年4月って1回暖かくなってね、うん、5月にまたこう寒の戻りみたいになってたんだけど、ずっと寒いまま、ずっと寒いですね。いやどうだろう、街はちょっとね、サイクリングロードもだいぶ溶けて、うん、良くなって、なんかね、オフなっちゃった。あーすごいですね、なんか頑張りでね、なんかうるさいと知られないから、なんかまもと思いますね。室内入ってもいいのかな、ここいつも入ってるけど、ねえ、うん、まあ1回ぐらいな、最初に1回言われたら、いいからじゃなきゃ。
IWJ 北海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんにちは。今日の配信担当、藤部佳代です。12時20分から始まりました原子炉メーカー同系連前巡回抗議行動ですが、ただいま同系連前での抗議行動が終わりましたので、これで今日の巡回抗議行動は終わりになります。その後一旦配信切りますが、5時から、大間原発建設再開に反対する電源開発前サイレントデモをこのチャンネルで、北海道チャンネル1で5時から、配信します。その後6時からは北海道庁前反原発抗議行動を、北海道チャンネル1で配信しますので、よろしかったらそちらもぜひご視聴ください。それでは、長時間でしたが ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。配信終了します。ありがとうございます。